足のシアバター使った足のトリートメントを行います。足のシアバターによるトリートメントは20分3000円からとなっております。やっていきます。実際には施術前後にシアバター塗り伸ばす前にですね、蒸しタオルを使って拭き取りを行います。力加減いかがですか？ちょうどいいです。ノンハさん、シアバター、はい、どうですか？使い心地は。いや、すごいアトピーいいです。アトピー良かったですか？赤みがどんどん薄まってきて。おー、そうなんですよね。実際シアバター使って赤みが、このシアセルマはケイ素も配合してて、皮膚の修復機能を高めるような、はい、成分が入っているので炎症を抑えたりとか、肌の赤みにも美白作用もあるので、かゆみも引きますよね、塗ると。あ、そうですね、うん。痛いですかね。ちょっと少し痛そうですね、はい、指先痛いですか？はい指先痛いんですね今頭痛いっておっしゃってましたもんね。そうなんですよ、足の親指は頭の反射区なので。ああ、はい、あ痛い、はい、ほぐしとくと頭痛にもいいと思いますよ。ちょっと足冷えてますしね。でも前よりすごい足滑らかになりましたよね。あ、本当ですか？以前に比べると最初に私どうしようと思ったんでなかなかいない硬さの方だったんでつば出ました。かかとね、ちょっと骨盤とか腰ですね。
背骨ですね。本当はちょっとオイルそんな痛くやらないんですけど、ちょっとねこうサービスショットっていうか痛がり方がちょっと評判がいいんで、マーさんがね。エンターテイナーなんで。自分が痛いのは嫌なんですね。これあのちょっと分かりますかね、左と右で左の方がもう赤みがさして、分かりません、分かりました、はいですね、こちらの方がやっぱりこうピンク味がかった感じで、もう血行が良くなってるのと、足の動きが良くなってますね。十分な力があるけど、こちらが まだ足首とかも硬いんで少し上がってますよね。右やってきますね。どうしました？怖い怖い。痛いの怖いですか？乾燥にもいいですし、本当美肌美白作用もあるので、うん、あのさっき言ってたようにアトピーある方とかでも塗れますので、でもなんかもったいなくてケチっちゃった。あのお風呂よりとかだと少し肌しっとりした状態で塗ると、はい、あの塗り伸ばしが、はい、少ない量でできます。乾燥してる時だとすごい減りが早い、塗りがやっぱり塗りにくいからね。はい、今日いくら分塗っちゃったのかなって思ったらなんかもう、なんか確かにちょっとねもったい、ちょっとお高めのねクリームですからね。今日は100均のクリームでごまかした。いや、あの100均のやつとかはやっぱりあの肌に良くない成分も入ってると思うので、むしろ乾燥しやすくなったりすることあるんで、はい、なんか痛くなっちゃったりとか、あ、そうですね、ありますよね、染みたり、だからあの変なやつ塗らない方がいいです。100均のとか塗るんだったらなんか普通にもうグリセリンとか、うん、あ安いやつで言うんだったら尿素とかのなんかシンプルなやつの方が、うん、多分香料とか入ってるからそれが刺激になったりしますよね。私一時期100均のハンドクリームを全身塗るのがハマってはい、唇にも塗って、大丈夫でした？もう顔から髪から。なんでそんな。すごい香りがいいんです。あ、好きな香りだったんですね。好きな香りです。すごい友達にも落ちてたけど。否定されました。やめた方がいいよそれはと。そうです。それは全身用のやつです。ハンドクリーム。ハンドクリーム。ハンドクリーム顔はやめた方がいいんじゃないですかね。多分なんかこう使用法以外の使い方しないでくださいってなってると思うから。なんでいや多分口に入っちゃいけない、あの口に入っていいやつと多分手に塗るやつ違うから。あ、そうなんですね、そういうのよく分かってる。そう、なんかリップとかはそういうのが確か規定があった気がしますよ、食品衛生法とかなんか安全法とか、食品じゃないけどなんかそういう口に入る可能性がある使い方の時は、うん、なんか使用成分とかを厳しかった気がする。あ、そうですね、はい。あ、そっか。同じ体なのになんで見つけてないのみたいな、なんか結構強気でみんなが反応してました。あの皮膚の、あの顔の皮膚が体の皮膚より薄いのと、はい、そう、口とか目からちょっと中に入ってしまう可能性があって、あ、顔は、はい。
あれですね、なんか右の方があんまり痛がらないですね。確かに左の方がすごい痛がってましたね。指がもうそうですよね、こっちの方が指動きますからね。なんかちょっと体が左右差が今日もありますね。今日も、はい、今日も明日も どうですか、モンハさんの最近の告知とかありますか。最近の告知は特にない気がします。特にはないですか、はい、あ、でもあの現金くれる人は常に募集してますその現金は何ですか、あのどこにくれたらいいんですか会って渡したらいいんですか、撮影会とかであ、振り込み先をお伝えするのであのメールなりダイレクトメッセージとか、はい、はい、多分いないですけどねなんか多分そうなってくると何かの代わりになるじゃないですか、うん、あ、なんかデートしてもいいです。あ、そうなんですね、はい、なんかお金くれる人、相場いくらぐらいなんですかデートいくらなんでしょう、エッチするかどうかにもよりますけど、その話題になってくるとちょっとリラクヤ動画まずいですね加担する感じになっちゃうんでそこはちょっとグレーにしといてくださいじゃあ自由恋愛ということでそう、ソープのあれと同じ取引がそんな食事だけでお金くれる人っているんですかね。いるんだったら私は行きますよ。でもキャバクラとかって半ばそんな感じですよね。あ、まあでもあれは結構スキルをなんかあれですよね。そうですね。全然話弾まないんですけど、はい、食事でお金くれる人そういう既得な人はあんまいないでしょうね話弾まないのにお金は出したくないと思うあれでしたよ、なんか前にモンハさんが、はい、あのなんかこういかがわしいマッサージと、はいはい、真面目マッサージと、はい、両方やらなきゃいけない仕事をしてたことがあるみたいな話あったじゃないですか、はい、であれで、はい、もうかわいい女の子が体触るんだからいいにしろっていうで私は思うっていうのにしたじゃないですか、はい、なんか働いてみればわかるよみたいな、うん、大変な思いしてお金出してんだからさみたいなコメントありましたよ。え、どういうこと、私がニートって。そあ、いや多分なんかそのなんだろう、それだけの苦労をして稼いだお金を、安くないお金を渡してるんだから、うん、そりゃ要求もきつくなるでしょうっていう話じゃないですか。そのこ触ってあげればいいでしょうっていうような、うん、あの安いお金じゃないんだから、もうなんかそりゃそう思うよっていう。でも会社マッサージってそんなプラバン高くないよねだったらもうなんか普通真面目マッサージの後に風俗の、はい、そう分ければいいっていう話でしたもんね。そう多分なんかそれがまた面倒くさいんじゃないですか。もう一つですしたいそれを目にケチってるからこっちもちょっとあのなるほどね、なるほど。可愛いならいいじゃないし。もうこれはもう多分埋まらない溝があるということですね。10万くれんだったら私も必死に学校して勉強して、もっと経験もしてからもう、はい、やりますけど。勉強も経験も。経験も難しいですよね。なんかあのなんだろう、結構整形嫌いな人多いじゃないですか。ね、まあわかんないんだろうけど。最近どうなんでしょうね。日本でも整形はなんか。あ、だんだんね、うんうん。そうですね。水沢アリーとかね。私やってますって言ってましたもんね。こういう言わない方がいいかな。まあまあまあ、ちょっとね、まあいろいろやってる人はいますよって感じですね。でも程よいところでやめられなくなるのが整形の怖さなんですかね。あ、なんかおかしくなっちゃうんですよね。うん。
なんかすごい唇のお化けみたいになっていったりしますもんね。こっちはそこまでじゃないですね。そうですね、先ほどみたいな。こんな感じですね、はい、今回の動画はいかがでしたか。面白かったっていう方はぜひグッドボタンをお願いします。それからチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もお願いいたします、ね、お願いします。はい、はい、それでももはさんと私とで DVD 撮りました。リラクエ DVD が3月の2017年3月15日に発売予定です。ぜひそちらの ご購入もご検討ください。施術に興味ある方、いろいろ詳しく、解説したりとか実演してますので、見ていただけたら嬉しいです。はい、お見逃しないようによろしくお願いいたします。ありがとうございました。